いつも荒唐無稽なものばかりで、その能力は常に疑問視され、彼のことをまともに取り上げるマスコミは少なかった。だが取材スタッフは藤堂氏のペンネームに注目した。私たちはついに自称超能力者藤堂俊二氏が住んでいると思われる別荘に到着しました。辺りは木々に覆われていて、閑静な別荘地といった趣です。一体藤堂氏は謎に満ちた今回の集団失踪事件と関係あるのでしょうか。そこのところを取材したいと思います。藤堂さん、いらっしゃいますか。藤堂さん、いらっしゃいますか。はい。こんにちは。こんにちは。テレビの取材に来たんですけども。突然お通じも大変申し訳ないんですけど、よろしいですか。はい、すいません、失礼します。じゃあ先生、失礼します。藤堂氏はインタビュー取材の申し出を受け、スタッフを山荘内に招き入れた。それではよろしくお願いします。はい。消えた4人の若者なんですが、藤堂さんの会社があったビルを訪れていたという事実を知ってましたか。いえ、それは初めて聞きました。そのことで何か知ってることはありますか。どういう意味ですか。消えた4人がどこへ行ったのか、今のところ全く手がかりはないんですが、彼らに共通することはあのビルを訪れたということだけなんです。確かにあのビルには私の会社がありました。でもそれはもうずいぶん前の話です。その後会社はどうなったんでしょうか。しばらくやっているとみんながそれぞれ自分のやりたいことを言い出したりしまして、で私自身も出版関係にはあまり興味がなくなってきて、他にもやりたいことが出てきましてね。それで、結局会社を閉めることにしました。その他に見つかったやりたいことというのはどんなことなんでしょうか。目覚めたんですよ。何に目覚めたんですか。あなたに説明してもわからないでしょう。それは超能力のことなんでしょうか。超能力なんて言葉使わないでいただきたい。わかりました。ではその力を
得たきっかけというのはあるんでしょうか。きっかけ、あのビルと何か関係あるんでしょうか。知りたい。嘘をつくな！お前たちは私の力なんて信じてないだろう！申し訳ない。でも本当に存在するんだ。私は彼らから力を授かったんだ。あのビルで何があったんですか。彼らっていうのは誰なんでしょう。失踪した4人の若者のことについては本当によく知らないんだ。きっと彼らは自らの意思で消えたんだと思う。導かれたんだよ。導かれたって何なんですか。これが私の授かった力だ。そのテープには信じられない現象が収録されていた。わかりました、東堂さん。
その気になればあなたたちの頭を割ることだってできるんですよ。試してみようか。テープに収録された映像はここで途絶えていた。そしてリポーターの佐伯まどかおよび津田徹ディレクター、カメラマン遠藤正幸の3人は消息を絶った。藤堂氏の山荘に残されたのはスタッフの車両と収録機材、そしてその中に入っていた数本のビデオテープだけだった。その日以来、藤堂氏の足取りも途絶えており、警察は失踪事件に何らかの関与があるとして